そしてこれ斉藤選手、梅野選手とフレントガータの選手の話も、はい、しますかこれはスルーできないですよ。いいですか、これしても肘やりの梅野は強いって言ってましたからね。そうです、本人はやっぱそれを伝えたいっていう気持ちが強いですから。梅野選手は本当にもうインタビューまでがセットなんで。そうですね、今回何分なんでしょうね前回は23分ぐらい喋ってますね。最長インタビューですか。はい、長いです。で梅野さん意外とこう喋るっていうか上手なんですよね。喋ります、ね、まあ本人がねそれ意図してやってるんだったらそれはもう上手だと思うんですけど、はい、まあ、違う意味で大注目というか。いやそうなんですよ、はい、多分みんな注目していると思います。いやそれはあると思います。あの何か起こすんじゃないか、何か起きるんじゃないかっていうなんか期待感ありますよね。あります、はい、何かしてほしいですよ本当に。そう思います。頑張れ梅野源氏頑張れ、はい、いかがでしたっけ。なんか自分でこういろいろ話していくと楽しみになりますねより楽しみになるというか、はい、楽しみになったし最後梅野選手で。そうですね、これはやっぱ見届けなきゃあかんですね梅野さんの試合は。もう、はい、裏メインみたいな感じで梅野選手の試合もね楽しみなんですけど。楽しみになりました。